こんにちは、こんにちは。さあ、今日はですね、ちょっとまあ、いつもとは、えー、違った変わったことをですね、あの、していきたいと思うんですけど、皆さん、あの、この、SP レコードっていうのはご存知ですかね。まあ、あの、結構、あの、見てる世代的に多分ご存知の方も多いと思うんですけど、あの、 まあレコードってこのぐらいの大きさで結構取れるんですけどまあ、SP レコードってねもうほんと結構短い時間しか取れないでまあ、裏表みたいな形でねあの聞こえるようなやつなんですけど結構ねあの昔のその尺八の音源ってね要はレコードの前にこう世に言うそのまあ伝説のね 今で言うと、こう、皆さん、みんなが尊敬してるような人が、例えばいるんですよ。例えば、あの、この、宮川序談ね。ね。これね、アジカンで有名ですけどね。このね、この、町、ま、子、あ、保流にも伝わってますけどね。これね、アジカンってね。アジカンって。あ,あの、例えばこう、こう、こういうね、まあ、ったこういう伝説で伝わって、まあ、あの、アジカンを、こう、吹かれた。アジカンで結構有名な。 方なんですけどそれをですね、まあ、なかなかまあ、ヤフオクでねヤフーオークションにずっとかじりついてこれを落とすっていうのも本当にあの難しいと思うんですよ。僕はこれあの初代の筑保流の坂井筑穂先生のねあのちょっと音をですねやっぱ聞きたいなと思ってもこれ買ったんですけど、まあ、なかなかその、まあ、皆さんその難しいというところで。 ご存知の方もね、多いと思うんですけど、この、まあ僕もね、ちょっと現場を提供してたりするんですけど、尺八の部屋。ね。あの、まあこの方、は僕メールでね、やり取りとかもして、あとちょっとその、僕が持っている SP レコードの提供とかをしてね、あの、まあ仲良くさせていただいてるんですけど、この方の、もう、これ超貴重な、 サイトなんですよあの例えばですね、こう、登山流の宗家の中尾登山先生とか、上田流、ねえー、明庵流、金庫流、福田南道先生、ね、福田南道先生、ね、あと、古佐水分とか、あの、追い分けとかね、はい、えー、っと、筑波流とか。 ね、アザーズとかもいろいろあるんですけど、うん、まあ今日はですねやっぱりあのー、古典本曲をやっぱたしなうものとしてやっぱりまあその当然江戸時代の、ね、音源っていうのは残ってないわけですけどもうこの SP レコードに、ね、ほとんどギリギリの、ねあのー、音源残ってるわけですだからまず、まあ、それをですね、あのー、ちょっと皆さんと一緒に聴ければなと思います でまあそうですねとりあえずやっぱりまあ明案流でいきましょうかね明案流でまああの和田積道とか和田積不問だった頃ですね和田積不問だった頃のとかもありますけどまあここはやっぱり宮川ね宮川仁山ね宮川仁山ねとかあこの源の雲海さんのね も気になりますよね。源雲海さん。あと、この、浦本節長先生のは、これあのレ、あの、CD が出てますので、CD で。で、やあー、小池ね。小林志山先生ですね。あの、樋口大山先生。で、次、小林志山先生。ああ、いいですね、いいですね。うん。っていう、まあ、めちゃめちゃ貴重じゃないですか。今日、どれいきますじゃあ、やっぱり、宮川庄山先生の。 ちょっと味感とかいっちゃいましょうか味感ちょっといっちゃいましょうじゃあちょっとい,いきますね僕ちょっと譜面見ながらいきますのでねさあ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 じゃあねちょっとね味わっていきましょうよではいきます <noise> <laughs> 当然あのー、まあ皆さんねそのご存じたところ、まあ、あの回転数とかっていうのがあるのであの本来は多分この曲的にはもうちょっとこうゆったりね吹くまあこんなにこう早くは吹いてないと思うんですけどまあまあこれでも別にそのあの感じはすごい伝わるじゃないですか。あー なるほどなとあとそんなそんな感じで吹いてるのなんで特にねそのやっぱりね今のこの CD ってまあそのプロの方が吹き込んでくれてる CD ってやっぱりあのこう結局機械の音なんですよねうんだからその、まあ、僕もそのバンブー108の渡辺さんに 指摘されてやっぱりあの普通のまあ5ねメタルとかこううの吹くときはエフェクトかけてもいいけどやっぱりその地なし尺八を吹くときは生音でしてねって、うん、言われてあそうだなぁと僕自身もやっぱりでも生音生音最高だなって思いますだからもう SP リコードは本当にこの結構俺でも直にやっぱり撮ってくれてるから。 あ,あのまあ、息遣いであるとかその音であるとかっていうねその音のその本質自体は、まあ、速さはね当然あれなんですけど音の本質自体はああなるほどこんな感じで吹いてたんだなっていうのはすごいすごい伝わりますよね。うん、で今日はあのまあ、あんまりねこれまあ聞いててその流してるだけあの皆さんがそのまあ、個々人で個々人でこの尺八の部屋で 尺八の部屋でね、楽しめるんで、まず、あ、はあんまり僕はその、ああだこうだ、ね、この動画で、ね、まあ、流しても、あれだと思うので、えっと、まあでも、小林志山先生のは、の虚空ですね。これも本当に貴重なので、これ、ね、ね、これちょっとね、 たいと思いますますああとはもう皆さんご自身でね聞いてくださいねはいあのこの国茎ねすごいんですあの泰山派っていうんですかね泰山派の古典本曲ってこうのもうやっぱ精神をこう一本気なんですよだからえっと昨日をえっとね昨日昨日あの霊山先生のね あの動画撮ってやっ,とったやつなんですけどそうねあのまさにこの7寸の、うん、この、まあ、これ7寸間なんですけどこういう感じの音。 硬めの固めのまあ一本木なその竹でえー、っと吹いてるような音がしますね。うん、まあ実際そのまあ山幹とかもあるんであれなんですけどまあまあそうですね。音はこっちだとねちょっとちょっと柔らかいですよね。もうちょっとその 硬い音質なのかなっていう竹が、うん、このままこの好まれて吹かれてたようなね、えー、感じがしますあーそうだそうだちょうど今手元にあるんだったこ,れこれこれこれ,これはねあの古、ー、眼なんですけどちょうどねこういう かなうんっていうねこうこう一本にあーだからこれちょうどやっぱり小雁のね小雁の竹は当然その小林志山先生と、まあ、同年代の竹なんで。 あーいいああいいね。い,いね <laughs> 話がすまんね。<laughs> だからその。 まあいいんですよ。<laughs> まあいいんですよって何の話してね,ね。でまあまあそんな感じでそのまたねあの宮川仁山先生とはあの違ううんあの違うそのまあ同じ SP レコードなんですけど当然ね奏者がもう違うのであのまた違う感じの音色をお楽しみください。じゃあいきますね。いやこういうねそのあんま、まあ、SP レコードなのでもう著作権はないので YouTube でも流しても大丈夫なんですけどもう50年前ね5年たってるので、まあ、皆さんと聞いてこれがいいんだこれがいいんだって、まあ、あのなかなかねあのやっぱりこれみんなでこれ聞くってないじゃないですかだからちょっと語り合うのもいいですよね今僕しか語れてないんであれなんですけどじゃいきますね。 よしよしよしまああんまりねあんまり今長いと <laughs> あの何の動画やねんって話になるんであれなんですけどどうですかあの最初の最初のなんで今つまえたって話だよね今もう一回出すんだったら最初のですね あ、これ切り方ができないな。うん。あー、そうそうそう。こうのこの視線でここパーンでピっ,てってあー、でもこのやっぱりね、そこがやっぱりこう気持ちいいよね。やっぱり国史観国。しかも ねあのずっと高い曲で、まあ、あの一本上詞なんですよ、まあ、調子といえば一本上子なんですけどやっぱりね、まあ、そこそ,そのその一本上詞な感じもあのいいですよね。うん、やっぱりめちゃめちゃ吹いてきたんかなあの国分なんかはあの結構、まずいろんな尺八吹くときにまず調子を吹いてあとも言って。 しっかりこう長いきでコクを吹くみたいなのもねあるぐらいやっぱこの結構しっかりめに拭くんですよ毎日その古希ね古希を整えるためとかでね、うん、あの拭いたりもするのでやっぱりまあそういうところでやっぱ吹き続けてきてねでまあまた見てくださいよこのもう太い尺鉢使ってるうんなんかこれも太いですけどねでもこういうね当時こういう太い尺鉢をね ねえ、いいっすよね、このね。もう写真も最高じゃないですか。もうやっぱり、こーれはもう本当にもう古典本曲好きにはもうたまらないですよ。もしえっ、ー、と知らなかったよっていう方はね、えっ、ー、と、ぜひ、ぜひぜひ、あの、見られてください。この部屋ね、この部屋すごい楽しいんで。はい。えっ、ー、と、 いけますかいけますかか、はいまあ、いままはあ、まあまた皆さんね、まあ、たまにね、ちょっとこのシリーズもやりましょうよ。次、何聞きます <laughs> 次、あのー、ま中尾登山先生の聞きますこれ。ね、中尾登山先生もね。かっこいいね、決めんすよね。うん。なんかそういう、まあ、そういうのを、こう、ちょっといきたい。 だから、1956年までね、生きられてるので、1956年。だからまあ、あれですよね。今が2023年なんで、23。1956。56。1956。ってことは、44。 44で、44で今、六十え、そんなことないよね。<laughs> そんなことな、1956年って、1956年、ああ、まで生きられてるってことは、そうやね、あの、亡くなられたのが44。67年前に亡くなられてる。 ってことうん、ね、67年前に亡くなられてる、うん。なるほどね。はいはい。だからまあそういうのもね、ちょっとまあ一緒に聴いて、あのまあ本物の、ね、音をね、味わっていきましょうよ。うん。あのやっぱり先人たちのね、あのやっぱもう演奏はもう本当に気合が入ってるんです。はい。そんな感じでます。でまたね。うん